白坂慎太郎です。今回は弁護士 .com 株価予想ということでやっていきたいと思います。はい、これまでの株価推移としてはですね、まあ基本的に株価上昇してきたんですけど、昨年2021年に大きく下げて、まあ、年が明けて2022年になっても、まあ、下げが止まらないという状態の推移になっています。はい、これまでの経緯としては、会社が設立されたのが、まあ、今から約17年前の2005年ということですね。で、上場したのが今から約8年前の2014年ということで、まあ、現在の発行済み株式総数で考えると、まあ、1293円で始まっているということです。はい、上場来安値に関しては2019年で、まあ、581円ですね。で、上場来高値に関しては2020年で、まあ、15,880 円ということです。はい、そして昨年2021年12月末時点で、まあ、6090円で、まあ、最後引けているということで、まあ、1293円と6090円というのを比べた場合、上場から約7年間で 4.7 倍に、まあ、株価が上昇した銘柄になっているということですね。はい、で、まあ、今回の基準は1月19日15時の終値4690円で考えていきたいと思います。はい、では株価予想ということなんですけど、まず短期ですね、直近1ヶ月から考えていきたいと思います。はい、まあ、約2ヶ月間下落傾向ということで、まあ、11月中旬からですね、まあ、大きく下げているということで、まあ、株式市場のですね、まあ、8割から9割近い銘柄がこういった傾向になっているということで、まあ、弁護士 .com という個別企業の事情というよりは、まあ、株式市場全体の影響を、まあ、大きく受けているんだろうというふうに分析しています。はい、よって、まあ、今後も下落が続く可能性が高いということですね。はい、では長期ですね、1年以降ではどうなのかということで、長期を考える上でですね、改めて弁護士 .com についての学びを深めていきたいと思います。はい、弁護士 .com ということで、特色、ウェブでの弁護士向け営業支援と一般会員向け法律相談サイトを運営、電子契約事業を育成中ということで、まあ、サービス名を企業名にしたということで、まあ、弁護士 .com というサービスを、まあ、弁護士 .com という企業の名前にしているということですね。なので、まあ、法律相談サイトの会社というふうな認知になります。はい、ということで法律相談サイトをですね、まあ、プロの弁護士と、それから弁護士に法律相談したい人をですね、まあ、仲介マッチングするサイトを運営しているということですね。はい、では以降弁護士 .com の主要指標を確認していきたいと思います。はい、時価総額に関してはこの動画を撮っている時点で1055億の企業ですと。で、 PER プライスアーニングレーシオ、株価収益率ですね、分子が株価、分母が一株当たりの当期純利益ということで、まあ、一株当たりの当期純利益の何倍の株価になっているかということで、191倍という、まあ、すごい数字になっています。はい、目安 16.6 で考えると、まあ、約 11.5 倍ですね。まあ、割高と、もう明らかに数字としてはもう割高という数字ですね。で、今回の場合は両方の影響があります。まず分子の株価ですね、まあ、分子の株価がまず高いというのが一つです。あとは、まあ、分母の当期純利益がですね、まあ、2年連続で減ってるんですよね。だから、まあ、2019年度から20年度で当期純利益が少なくなって、さらに20年から21年で当期純利益が減ってるということで、まあ、分子の株価も高いんですけれども、まあ、分母の当期純利益もどんどん減ってるということで、まあ、PER191 という、まあ、すごい数字が出てるということですね。はい、それから PBR プライスブックバリューレーシオ、株価純資産倍率ですね、分子が株価、分母が一株当たりの純資産ということで、まあ、弁護士 .com の一株当たり純資産の何倍の株価になっているかということで、48倍という数字が出ています。はい、目安 1.25 というふうに考えると、まあ、約38倍割高という言い方もできますし、やっぱり株式市場は今後の弁護士 .com に大きく期待しているという言い方もできると思います。はい、そして営業利益率ですね、こちらの方が 3.2% ということで、まあ、目安 7.2% で考えると、まあ、約 45% に、まあ、数字上はとどまっているということですね。はい、それから生産性ですね、従業員1人当たりの営業利益ということで、こちらの方が、まあ、53万円ということです。はい、目安300万円で考えると、まあ、6分の1にとどまっているということで、まあ、今ご覧いただいているグラフですね、青の折れ線グラフっていうのを
まあ、載せてるんですけれども、まあ、ピークが2016年の3月期ですね。まあ、この時が一番1人当たりの生産性ですね。従業員1人当たりの営業利益が高かったということで、まあ、そこからですね、まあ、17年以降、大きく生産性が下がっているという、まあ、数字上の傾向になっています。はい。それから ROE ですね。リターンオンイクイティということで、自己資本利益率ですね。分子が、当期純利益分母が、ですね、純資産ということで、まあ、弁護士 .com が自己資本を使ってどれぐらい上手にお金を稼いでるかという、まあ、資金の効率性、お金の使い方の上手さを示す指標になっています。はい。こちらの方がですね、まあ、目安 10.6 というふうに考えると、まあ、約4分の1にとどまっているという数字になっているということですね。はい。こちらの方もですね、まあ、ご覧いただければわかると思うんですけど、青ですね、青の折れ線グラフが ROE っていうのを示していて、2017年の3月期はですね、まあ、21% を超えてるんですね。なんですけど、その 21% を超えてた ROE が、まあ、18、19、まあ、そこから20、21という形で、大きく下がって、まあ、現在ですね、の数字としては 2.9 という数字が出てるということです。はい。ということで、まあ、営業利益率とか生産性とか ROE、自己資本利益率などがですね、まあ、軒並み低下傾向であるというのが、まあ、弁護士 .com の数字上の分析になります。はい。では、今後はどうなっていきそうかということなんですけど、まあ、結論から言うとですね、まあ、期待できるというふうに今回は分析しています。はい。理由としてはですね、まあ、今後の成長の柱ですよね。まあ、まあ、はっきり言ったら次の柱って言ってもいいかもしれないんですけれども、まあ、その柱がですね、まあ、ついに今期ですね、まあ、黒字化しているというのが今回の理由になります。まあ、要するに、こう、赤字先行の事業っていうのが、まあ、軌道に乗ってきたということですね。はい。で、新しい成長の柱って何かっていうと、まあ、商品名としてはクラウドサインという、まあ、商品名になるということですね。まあ、分野としては電子契約という、まあ、分野になるということですよね。だから契約を結ぶっていう時に、ね、紙を使うんじゃなくて、もうインターネット上で契約を結ぶという、まあ、その電子契約っていう事業の中の、まあ、商品名としてクラウドサインというのが、まあ、伸びてきているということですね。はい。まあ、紙での契約から電子での契約ということで、まあね、何かね、例えば法人と法人ですよね。まあ、企業と企業、法人と法人が契約する。まあ、もしくは法人と個人が契約するって言った時に、普通契約書という紙があるっていうのが、まあ、はっきり言ったら常識ですよね。うん。だから契約を結びましょうと。だったらね、ちゃんと契約書というね、書類を作る。まあ、その書類っていうのは紙で作るというのが、まあ、常識だったわけですけど、まあ、それが時代がね、もう変わりつつあるということで、やっぱり紙ってなるとかなり大変ですよね。実際やっぱり印刷してね、郵送して、そして相手が受け取って、で、印鑑を押して、で、またね、相手に送り返してっていうことで、もう1週間、2週間全然かかってしまうということですよね。で、さらに、まあね、紙の不便だったことっていうのは、ね、その後保管したり管理するのが大変ということですよね。うん、じゃあ何かね、契約書をもう一回見直しましょうと言った時に、いや、あの契約書ってどこに直してたかなっていうことで、まあ、一生懸命なんか棚からですね、契約書を探して、 あったあったとね、あの会社との契約書はこれだということでね、すごくこうね、契約結び終わった後の保管とか管理とかっていうのもすごく大変だったわけですけど、まあ、それがもう全部なくなるということですよね。まあ、はっきり言ったらメールの送受信で、まあ、契約が結べるという、まあ、そういった時代に今変化の途中にあるということですよね。まあ、圧倒的に便利になったということですよね。まあ、本当にね、もう、数週間、1週間2週間かかってたものが、ね、はっきり言ったら数分で、終わるというふうになるわけですし、まあ、もっと便利なのは契約結び終わった後に、まあ、例えばクラウドサインだったらクラウドサイン上で、まあ、全部今までの契約っていうのがもうね、画面上で一覧になっているということで、まあ、すごくこう保管とか整理とか、管理が、ま、ものすごく楽になるといったところも大きいわけですよね。でなった時にやっぱり私たちの固定観念の中で、いや、ね、そんなメールをね、送って相手に受け取ってもらって、で、相手にね、まあ、
記入してもらって、もうそれでね、ちゃんとした法律上の契約として本当に成立してるのかと。やっぱり紙のね、契約書があって、それにちゃんとしたね、印鑑とか実印とか銀行印とかが押してないと、ちゃんとした契約にならないんじゃないかっていう、まあそういうね、懸念っていうのがあったわけですけど、まあ弁護士 .com ってもう文字通り、まあ弁護士集団の、まあ企業なので、まあね、まあ、弁護士がね、法律上、いや、これで十分契約が成立してるんだというのを、まあ証明したっていうのが、まあ、弁護士 .com の、まあ、クラウドサインの大きな貢献だったということですよね。なので、まあ、その紙での契約から電子での契約っていう、その時代の変化の中で、まあね、新しい成長事業、新しい成長産業っていうのが生まれているということです。はい。まあ、電子契約はもう成長産業ということで、まあ、その売上の伸びのね、1年間でどれぐらい売上が伸びるかっていう、その伸び率が、まあ、それ以外の成熟、産業とはもう全然違うということですね。はい。そして、まあ、クラウドサインですね。まあ、はっきり言ったら先行企業なんですよね。うん。まあ、上場企業の中で一番初めに、まあ、この分野に力を入れ始めたって言っても過言ではないというふうに、まあ、認識しています。なので、やっぱり早く始めてるんで、だから、まあ、かなりですね、まあ、顧客がですね、まあ、それこそ、上場企業、ですよね。まあ、特に、東証一部上場企業も含めた、ね、大手がですね、まあ、結局、クラウドサインの、主要顧客になっているということです。はい。まあ、一番左上にトヨタという、ね、企業の名前が出ていますけど、例えばトヨタという企業が、ね、クラウドサインを、まあ、導入したということになると、これどういうことかっていうと、これからですね、じゃあ一番ね、まあ、はっきり言ったら自動車会社のですね、まあ、はっきり言った完成車を、作って納品しているトヨタという企業がクラウドサインを使うと、ね、要するにトヨタと何か契約をするってなったら、クラウドサイン上で結局契約をするということになるわけですよね。で、トヨタってなるともうね、その関連会社関連工場っていっぱいあるわけですから、ね、それこそ1台の自動車を完成させるに3万個とか5万個とかって部品があって、ね、その3万から5万の部品を作る、ね、関連会社協力会社協力工場っていっぱいあるわけですよね。でね、で本社のトヨタがですね、要するに完成車を作るトヨタっていう企業がクラウドサインを導入したっていうことは、ね、結局そのトヨタと取引する企業にも結局クラウドサインってまあね、時間とともに広がっていくっていうのは、まあこれはもう容易に考えられることだったりするわけですよね。まあ、そういうね、各企業の、まあ、ある意味トップ企業、リーディング企業が、まあ、クラウドサインっていうのをまあ入れているというのが非常に大きいし、まあ、強みになっているということですね。はい。そして、まあ、ね、料金体系としては大きく2つ、固定費用と重量課金と、まあ、両方、っていうことになるわけですけど、まあ、例えば、フリープランっていうのは固定費用も、送信系、重量課金もゼロですということですよね。まあ、ただ、結局、5件しか送ることができませんということですよね。で、そのライト以降の、まあ、プランってなると、まあ、固定費用がまず、かかるということで、まあ、ライトだったら月、1万円ですね。ですね。はい。で、まあ、一番高い、ところのエンタープライズってなると、まあ、固定費用は要問い合わせというふうになっています。はい。で、あと大きいところは、まあ、確実に、まあ、見込むことができるのは、送信件数ごとということで、まあ、一件200円ですね。一件200円をね、結局、クラウドサインっていうのは、はっきり言ったらメールを送信するっていうのと、もうほぼ一緒なので、だから、まあ、要するに、まあ、電子契約書を一通ね、メール送信すると言ったら、まあ、送信したら、まあね、200円っていうのが、まあ、課金されるということですよね。ってなると、まあ、すごく分かりやすさだけを重視するならば、まあ、メールが送信されればされるだけ、まあ、200円っていうのが、まあ、課金されると、まあ、そういう料金体系になっているということですよね。で、ってことは、まあ、結局、こう、弁護士 .com に入ってくる収益源っていうのは、まあ、本当に複利で、これからどんどん大きくなっていくっていうことが、まあ、想像されると、予想されるということです。はい。ということで、まあね、最大の収益源になってきているということで、比較的濃いブルーの、グラフということになりますけれども、その一つ、濃い、ブルーのグラフに関しては、2019年3月期のね、第一四半期に関しては3100万円だったわけですよ、売上が。3100万円だったわけですね。まあ、それが3年半後にはいくらになっているかっていうと、まあ、6億5800万になっているということですよね。3年半前は3100万円でしたと。しかし、今は6億5800万円3ヶ月で売上が立っているということで、まあ、いくらになっているか、なっ
っているかといったら20倍になっているわけですよね。だからもう伸び率が全然違うわけです、うん、だから弁護士 .com っていうね、まあメインの柱っていうのは依然として収益源としては大きいんですけど、やっぱ伸びという意味で見るともう相当鈍化しているわけですよね。もう成熟化してきているということですよね。それに対して、クラウドサインっていう電子契約のこの事業に関しては3年半で20倍になったということで、しかもまあ、昨年までは赤字だったんですよね。だからもうとにかく顧客獲得のために広告宣伝っていうのをいっぱい、投資して、まあ、赤字だったわけですよね、まあ、しかし、今回の、まあ、2022年の第2四半期の、決算ではこの事業がやっぱり黒字化してるっていうのが大きくて、まあ、結局利益も伸びてると、まあ、昨年対比で大きく伸びてるということですよね。で、まあ、この傾向、この流れっていうのは、まあ、今後さらに拡大していくっていうことが予想されるということです。はい。で、まあ、弁護士 .com という企業の秀逸だった点っていうのは、まあ、弁護士 .com 事業ですよね。まあ、この仲介サイトを使った弁護士 .com 事業が完全に成熟する前に、次の収益源を育てるべく成長事業に積極的な成功、先行投資をした、ということですね。まあ、そこが秀逸だったということです。まあ、正直ね、まあ、その利益がですね、まあ、決算書上の利益っていうのがどんどん減っていくっていうのは、かなりやっぱり経営陣にとって、まあ、勇気のある決断にはなるわけですよ。まあ、どちらかって言ったら利益をね、確保するということで、まあ、お金をそんなに積極的に投資しないという、まあそういった企業も多かったりするんですけれども、まあ、弁護士 .com の場合は、まあ約2年から3年ですね。まあ結局、決算書上の利益っていうのがまあ減っていく中で、まあこのクラウドサインっていうね、次の柱を育てるべく、まあ、先行投資して、まあついにまあ3年半経って、ね、数字上もまあ果実を結び始めたということですね。はい。で、まあ、電子契約っていうのは潜在市場規模ですね。まあ、最終的にどれぐらい大きくなるっていうふうに予想されているかっていうことで、まあ、約4000億まで大きくなるんじゃないかというふうに、まあ、見積もられている、成長産業ということですね。ってなった時に、じゃあ4000億っていうのは、まあ、弁護士 .com にとってどれぐらいのインパクトかっていうことで、まあ、売上予想ですね。まあ、今期の売上予想は70億っていうのを、まあ、企業が発表してるんですけど、今、売上70億の弁護士 .com にとって、潜在市場規模4000億の成長産業で先行企業であるんですよね。だから早く始めてるわけですよ。っていうのは、まあ、非常に大きいというふうに分析しています。はい。ということで、まあ、今後で予想されることですけど、まあ、当然伸びてる市場っていうのは、どの企業もね、もちろんほっとかないので、まあ、たくさん今から企業が、まあ、すでに今入ってますし、これからも入ってくるってことが予想されるということですよね。まあ、こういう成長産業っていうのは、最終的には20社、30社ぐらい入ってくるっていうことが、まあ、普通あったりするので、なので、まあ、電子契約市場での競争っていうのは、まあ、確実に激化していくだろうということですよね。ただ、成長事業の場合は、競合っていうのはむしろ歓迎だったりするんですよね、うん、これ成熟産業とか衰退産業ってなると、もう限られた市場のねパイの、奪い合いということになってしまうんですけど、伸びてる場合ですね、市場全体が大きくなってる時は、まあ、基本的にはその競合っていうのはむしろ歓迎だったりするんですよね。なんでかって言ったら、ね、どの会社もね競争に勝つために広告宣伝いっぱいするわけですよ、うん、だから契約っていうのを、まあ、結局、まあ、中小企業レベルで見ればまだ全然紙レベルでやってるんですよね。紙で契約っていうのを全然やってるわけです。だけどもう紙じゃなくていいんだっていうのを、各企業が広告宣伝を通じて、まあ、電子契約の認知っていうのを社会にいっぱいこう広めていくんですよね、うん、だからそういうのを市場への認知を広げるっていう意味では、まあ、競争企業が増えて、広告宣伝を各企業がいっぱいやっていくっていうのはすごくまあプラスになるんですよね。全体的にプラスになるということで、まあ、それが続いていくと、まあ、市場がですね、まあ、潜在市場として見積もられている、まあ、4000億に向かって拡大していくということですよね。ってなると、まあ、今売上規模がまあ70億なわけですけど、市場がどんどん大きくなって、なおかつその中で先行であるという、まあ、弁護士 .com の収益もまあ大きく伸びるっていうことが予想されるということです。はい。よって、まあ今後も引き続き高成長が続く可能性が高いということで、まあ、弁護士 .com の株価もまあ上昇していく可能性が高いというふうに見ています。はい。以上、株価予想をまとめると、
短期は下落傾向ということで、まあ、今後しばらくは下落が続く可能性が高いということですね。で、長期に関しては成長事業のクラウドサインがついに黒字化しているということですね。もうここからは黒字拡大の局面になるということで、上昇の可能性が高いということです。はい。ゆえに短期的には下落、長期的には上昇というふうに予想します。はい、ということで今回のテーマ弁護士 .com 株価予想ということで、4690円の株価が5880円になっていくというふうに予想したいと思います。毎日更新の励みになっています。高評価並びにチャンネル登録をお願いいたします。4大特典をプレゼント中です。説明欄からのメルマガ登録にてお受け取りください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。